YouTube チャンネル OM システム JP をご視聴いただきありがとうございます。 OM システム野鳥フォトウィーク2022開催を記念して、野鳥写真家先輩後輩トークを行います。写真家の菅原貴則さんと先輩お二人、中村俊一さん、中野浩二さんによる楽しいお話が聞けることと思います。皆さん最後までどうぞご覧ください。ということで本日の進行役を務めてくださる写真家の菅原貴則さんです。どうぞよろしくお願いいたします。ここで改めまして、菅原貴則さんの、プロフィールの方を、ね、ご紹介したいと思います。まずはね、本日のね進行役も務めてくださる写真家の菅原貴則さんは1990年東京生まれ。小さい時から野鳥が好きで、11歳から野鳥観察をされて、現在は写真家として活動されています。ということで今日は後輩ということでどんなお話されますか？はい、今日はですね、私の先輩にあたる中村俊一さん、中野浩二さんをお招きして、はい、後輩の立場からいろいろ野鳥撮影に関する、役立ちそうなお話とかありがたいお話をですね引き出していきたいと思います。素晴らしい。それではお二人をお迎えして始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは改めまして、僕のお隣が中村俊一さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。その隣が、中野浩二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は僕の先輩の野鳥写真家にあたるお二人で、普段からすごく仲良くしていただいております。でまずじゃあ中村さんの、プロフィールからご紹介します。神奈川県ご出身なんですね。そうですね、はい。で日本大学芸術学部の写真学科を卒業されて、アシスタントを経てフリーランスのフォトグラファーとなられています。その隣、中野浩二さんのプロフィールです。1972年生まれ、主に野鳥や飛行機の撮影を得意とされていて、雑誌やカレンダー、広告などで活躍されています。お二人今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。我々3人はもともと知り合いではあったんですけれども、近年ですとオリンパスギャラリー東京でですね、ワイルドバードという写真展を水中信弘さんと4人でですねやらせていただいているような関係でもあります。でこの中でお二人は先輩にあたるわけですけれども、中村俊一さんとは一番最初にお仕事でご一緒したのは2017年の9月のオリンパスプラザ東京での対談になって、この時も先輩後輩という括りでした。結構実は昔から知っているというか、お互いに。そうですね、菅原くんがまだ小さい頃からの付き合いなんてもうかなり長い付き合いになってます。もうずっと20年くらいになるんですね。なるね、最初にお酒飲めるようになった時は大きくなったなって肩叩かれたのを覚えてます。いや、びっくりしましたね。あんな小さかったのに。当時から結構中村さんの野鳥の撮り方とかは隣で見させていただいていて、鳥との距離の撮り方とか、後で出てきますけれども光の選び方とかそういうのを横で勉強したりしてました。中野浩二さんとは、最初にお会いしたのは多分いつでしたかね。なんかのあれだよ、雑誌の忘年会じゃなかった。ああ、鳥雑誌の。そうですね、バーガーさんのかな。そうだね、中村俊一さんに、僕と中野さんもその時ですよね、多分ね。あ、じゃあ同じ時が、それ僕が中村さんに肩叩かれた時ですね。そうで、お酒飲めるようになったとかだね。だから何やかんや10年くらい前になるんですかね。そんな 前かね、はい。なので、結構長いというかすごいお世話になってます。はい、お世話してます。ありがとうございます。そんなお二人に写真を紹介していただきながらですね、撮影の秘訣なんかも聞いていきたいと思います。まずじゃあ最初の1枚が中野さんの写真です。はい、ズグロミツドリという鳥、これは海外の鳥なんですね。そうですね、コスタリカで撮影したものなんですけども、コスタリカって国はそんなに大きくなくて、九州と四国を足したぐらいだったっけ。小さいですよね。小さい国なんだけど、
記録された鳥が930種とかすごい多いんですよ、うんうん、世界で1万種記録されている鳥のうちの、まあそのね、1000種近くいるっていうことだから とてもその、まあ、環境が多様で、ね、あの鳥の多いところなんです。であのこれは、まあ、ズグロミズドリっていう鳥なんですけども、体長がだいたい13センチぐらいですね。スズメぐらいな感じですか、うん、そうそうそう。ですごいあの色がねとっても綺麗なんですよ、うん、ターコイズブルーで。でこのミツトリの仲間って3種類ぐらいコスタリカにいて、ルリミツトリとあとなんだっけ、なんか名種類わかんないです忘れちゃった、うん、そのあのこのズグロと3種類いて、まあ、その他の2種類はもう少し小さい鳥なんですけどね、うんうん、ミツドリっていうくらいだからやっぱり花の蜜、ね、うん、なんか花の蜜とかだからなんかもう庭とかのその花とかに花畑とかね、そういうとこ来るみたいですね、はい。まあ、僕もコスタリカには一度行ってるんですけれども、うん、結構こういう綺麗な鳥がそこら辺にいっぱいいるのが驚きますよね。そうそう、うん、あの風琴鳥の仲間がねすごい多くて、はい、とにかくやっぱり国際色で、うん、あの人目を引く、色合いなんてね、ついついカメラを向けてしまいますね。いや中でもすごい美しいポーズが切り取られているというところですね、はい、うん、はい。次、まあ、海外の鳥関連で僕もあの中野さんと一緒で海外に取材にはよく行ってるんですが、これカワセミの仲間のニアウショウビンという鳥なんですけれども、まあ、これは、いろんなツテを伝って日本人初めてとなる島に上陸して撮影したもので、まあ、全部で200羽ぐらいしか今残ってないという希少な鳥だったりします。これどこなんですか？これは、タヒチの近くのニアウ島っていう、うん、だからニアウショウビンだね。そうです、うんうん、本当にそこにしかいなくって、向こうに行くともう物干し竿で鳴いてたりするんですけど、うん、でも、まあ、現地の人からしたら普通だけど世界的にはとても貴重な鳥というので、うん、エアタヒチヌイさんのちょっとお仕事というか、うん、まあ、ご協力いただいて取材に行ってます、うん、まあ、なので僕と中野さんは割と海外にもよく出かけているんですけども、中村さんはいかがですか？基本的にはもう国内ばっかりですね。あんまり海外では撮影したことはないですね。なんか一度一緒にご一緒したいなとは思うんですけど、ね、そう、ぜひ連れてってもらいたいなと思ってるんですけどね、うん、なかなかちょっと今の状況だと難しいです ね。またそのうちよろしくお願いします。海外で何撮りたいとかあるんですか？ね、見たいのはね、とりあえずパフィンと、あと白アジサシは見たいかな。全然方向が違う。そう、全然違うけどなんとなく見たいなっていうのはその辺ですね。ちょっと20年分の恩返しを兼ねていつか、うん、ぜひぜひ期待してますでこの写真なんですけども、これはじゃあ国内の。そうですね、これは北海道の羅臼で撮ったものなんですけども、うん、結構 ね撮影現場でも中野さんともよく会うんですけどね、うん、そうですね、確かに確かに。この時も羅臼でも会って、はい、根室で会って、いろんなところで会いましたね。その根室行きの飛行機、僕と中野さん一緒だったとかもありました、ね、あったね。なかなかニアミスしてるね。中野さんいると思って。その時の写真も一枚撮ってた。ああ、そう、うん。これ写真も撮っておくもんですね。ね、ネタになるから、これも。珍しい、こういうのね、撮るの珍しいですよね。そうなんですよね。うん、現場で、やっぱ鳥は撮るけど、人物撮ることってめったにないんで。大体ね、あの、みんな望遠レンズしか持ってないから、あの記念写真がまあないんですよ、ね。確かに。それ用のカメラというか、レンズ、うん。わざわざ撮るのもなんだしないって感じで。いや、今日のために撮っておいていただいて。撮っていてよかったですね。うん、まあ、その時の中村さんの写真がもう一枚あって、小鳥の写真ですね。そうですね、これも根室で、50からという鳥が結構ね寒くて、雪もこの時はちょうど降ってなかったのかな、でも雪がパラパラしてるような天気だったんでね、冬の、寒さとかその辺が表現できたらなと思って撮りました、うん、結構ご自身で探されてもちろん撮るんですよね。そうですね、こういう小鳥を探すコツみたいのってありますか？コツなんだろうな、やっぱり最初に気づくのってやっぱ声ですよね。でその声が何の種類かっていうのが分かれば、どの辺を探せばいいかっていうのが分かってくるんで、声がの種類で分かるようになっておくとかなり、探しやすいかなって思います。ありがとうございます、うん、まあ、もう一つ、じゃあ中野さんもあの小鳥の写真をいただいているのでご紹介します、うん、はい、エナガということですね。エナガですね、あの、まあ、アシュメイシマエナガ
と呼ばれていて、あの本州の柳川、目の後ろ下眼線が黒いんですよね、はい、で北海道 のシマエナガはその下眼線がなくて頭が真っ白なので、あの非常に可愛らしい顔つきをしています。でこれはあのつららを、舐めているシーンなんですけども、これあの木がね、イタヤカエデっていうカエデの木なんですよね。でそこからあの枝が傷ついたところからこう樹液が垂れて、でこの寒さで凍るわけなんですけども、それでその、まあ、晴れた日とかだとこれがじわっと溶けて、でつららの下にこう水滴が垂れてくる。でそれをこうエナガとかね、あのハシブとかアラとかがホバリングをしながら舐めているっていうシーンですね、はい、でこの結構小さいですよね、うん、どれぐらい12センチぐらい、でも半分オーバーです。オーバーで、そうそうそう、だから抜かすともう本当小さい、ね、ピンポン玉ぐらいって、体だけだとミソサザイより小さいんでしたっけ、同じぐらい、同じぐらいなのかな、日本最小クラスの鳥ですよね、うん、それをこうやって写し止めるときにはどういう、はい、まあ、策略というか、まあ、これはね M1 マーク3で撮ってるんですけども、まずやっぱね動きが早いんですよ、うん、で、舐めてる時間もねそんなに長くなくてほんの数秒だから、このつららに来るなって狙っておいて、もう構図も決めておいて、三脚でね、固定しておいて、でオートフォーカスはだいたいつららに合わせておけば、勝手に鳥の方から、はい、そのピント目に入ってくるから、まあ、あとはですね、高速シャッター切れば、じゃあ重要なのはその来るつららをちゃんと見極めるみたいな観察のところということですね、うん、だから何分かおきにこう群れがいろんなつららを回りながらまた戻ってくるんで、それを追っかけるとやっぱ逃げちゃうから、まあ、追っかけるんじゃなくて先回りをして待っておくってことが大事ですね、うん、ありがとうございます、はい、もう一つ北海道の写真いただいてます、うん、今度は華やかな写真ですね。キビタキですね、はい、これはね渡りの途中に、撮影したものなんですけども、まあ、小鳥、まあ、キビタキなんかだと夏鳥と言われていて、まあ、夏に日本で繁殖をして、秋冬は越冬地ですね、東南アジアに渡ってしまうの でその越冬地から春に日本に戻ってきた、途中ですねに撮影したものです、まあ、こういう時期だと、まあ、繁殖地に行く前のなんか都市公園とかね、そういうところに入ってくるので、割とこう花と絡めて撮るチャンスとかもありますね、うん、隙間から狙って撮ってるんですか。そうそう、まあ、たまたまそこに泊まっていたんですけども、はい、まあ、それでそのどういうアプローチをするかはいろいろ計算するんですけども、光線状態とかあと背景とかを見ながらね、ここに行ったらちょうど撮れるかなっていうのを当たりをつけて、で、ゆっくりと物陰に隠れながら近づいてます。ありがとうございます、はい、まあ、そして今は、まあ、お二人とも国内で、まあ、当然撮影されてると思うんですけれども、うん、今度中村さんのお好きな場面なのかな、マガンの写真もいただきました、うん、ああそうですね、これは、伊豆沼という東北の宮城県の、まあ、朝日と一緒にマガンの、ね、朝の飛び立ちのシーンが撮れる、まあ、有名な場所なんですけれども、この時もそうですね、この時も中野さんと一緒になったんですよね偶然なんですけど、この時は全然別にね主演し合わせもなく、はい、なくね、たまたま行ったあれなんか知ってる見たことのある車があるみたいな感じで、まあやっぱりね季節的に大体やっぱり同じような時期だから、そうですよね、お二人は、まあ、鳥見って長いじゃないですか、うん、それでもやっぱりこの時期にはここだなっていうのは毎年ある程度決まってくる感じですか。やっぱね、その時期で鷹の渡りだったりとか、はい、その時じゃない、その時じゃないと見れないシーンっていうのがあるんで、そういう時はやっぱりね同じ現場に出くわすことがありますよね、うんうん、そうですね、逆に言うと毎年通ってても飽きない何かがあるってことですね。なるほど、ありがとうございます。まあ、そして、まあ、僕も、まあ、最近はやはり国内での撮影が多いんですけれども、うんうん、今までずっと海外にもバンバン行ってたんですが、まあ、身近なところの鳥をじっくり見てみようというので改めて、まあ、一番身近な鳥の一つのホオジロなんかもじっくり撮ってみたりとか、そういうことをしてます。
僕今手元に 150-400mm という新しいレンズもあるので、まあ、小鳥も撮りやすくなったかなというのもあって、撮ってたら最近楽しいので、そのあたりを、よくやってます。結構ホオジロって難しくないですか？ホオジロ難しいです。意外とその、はい、いざ撮ろうと思うとやっぱり、ね、そんなに警戒心が弱いわけでもないし、うん、地味というかまあ、茶色い鳥だから背景とか、ね、コントラストがつかないと割と溶けちゃうから意外と難しくて僕苦手な鳥なんですよ。中野さんも苦手な鳥とかあるんですね、うん、そう、ホオジロとかウグイスとかヒバリとかあの辺すっごい苦手。結構時間帯も選ばないとカゲロウとか出やすい環境にしたりとか、あと表出てくる時って警戒してる時だったりとか、意外とこれナチュラルなシーンが、ね、撮りづらい、うん、身近な鳥なんですけどね、うん、そう、千葉県の県庁だったね。そうですよね、はい、地元の千葉県民としては、はい、それは撮っとかないとね。まあ、そんな中野さんともつい先日、うん、あの九州の方でばったりお会いしたりとかしていて、やっぱ行くとこ似てるんだなと思いました。うん、やっぱね、季節ものは見とかないとですよね。こ、うん、の時は、鹿児島県の出水市で、まあ、鶴の撮影をしていて、うん、まあ、この時はお会いできそうだったので展望台で待ち合わせてみたいな感じなんですけれども、うん、まあ、ここに行くと、まあ、朝日がちょうど昇る時間帯に、うまく鶴がねぐらから立ってくれると、うん、朝日と絡めた写真が撮れるというので、まあ、あの野鳥の人だけじゃなくていろんな、まあ、撮影したい方、風景好きな方もそうですし、まあ、観光客の方もね、たくさんいらっしゃる場所です。九州もいいですよね、うん、北海道もいいけど。そうですね、あの特にね、やっぱ冬の九州はすごいですよね、うん、まあ、鶴みたいな大型の鳥がたくさん、ね、はい、いるのもそうなんですけども、まあ、こうやってそのやっぱ鶴ってシルエットがすごく綺麗ですよね。そうですね、影になってもその、あの何の鳥かすぐ分かるし、うんうん、やっぱり翼が大きいのとこう絵になる、みんな知ってるっていうのもみんな知ってる。そうそうそう、みんな知ってると大事ですよね。中村さん、九州の方も行くときあるんですか？いや、ほとんど行ったこと、一度あの鶴は見に行ったことあるんですけど、うん、意外ですね。行っとくべきです。行っとくべき。基本的にね、日帰り圏内多いんですよね。もう何回も同じ場所に通って、はい、それでデータチェックして、あ、こここうした方が良かったなって言うともう一回行ってっていうサイクルが多いかな、基本的には。結構中村さん長距離でもなんか日帰りするイメージあります。ね、まあそうですね、まあ、山梨長野あたりは普通に日帰りしてます。結構小さい時も朝車で拾っていただいて一緒に連れてってもらったりとかしたなと。したね。渋滞はまったりもしたけどね。しましたね。まあ、でも助手席から僕が連着見つけてなんか喜んでもらったこともあったり、そんなこともあったし、そんな時中村さんはいつもコーラをね飲みながら。そこでその話が来るか。そんなこともありました。まあ、九州はこの鶴とかその今言った小鳥もいいんですけど、干潟が広いのでシギの仲間もすごい多いっていうのも楽しいところですね。まあ、広すぎてあの潮の満ち引きをちゃんと調べていかないと一日鳥が遥か彼方にしかいない日もあったりするんですけど、有明とかね、あの干潮と満潮の差が6メートルとかでしょ、潮位の差がね。だからもう本当にそのある場所だと満潮の日を選ばないと鳥が ね、この底線がすごく遠い何百メートル先だから、だからその満潮のその潮位が5メートルを超える日に行かないと鳥が遠すぎて全然取れないっていう、すごいっていうから行ったのにみたいな感じ。そうそうそう。東京とか東京湾とかの干潟だと結構スタスタ歩いていきますけど、向こうドロドロで行けないですから、死んじゃうんで。一回やったんだけどもう一歩で足が埋まっちゃって抜けなくなった。やったんですね。まあそんなところで朝日の宝禄シギを巡行で撮ろうと思うと、実は満月の前後1日ぐらいしかなかったりとかして、まあそういう日を事前に調べておいて良い時に行くんですけど、まあ、そうすると結構やっぱみんな来てるみたいなことはよくあります。でも放浪はそこ珍しいんじゃない？ああ、そうですね、うん、どちらかというと大尺の方が多いですもんね。ね、うん、まあ、でかい割とちっちゃいカモメぐらいある大きい鳥なので見応えがあって、うん、割と好きな鳥ですね。こういう鳥があの
たくさん取れるのも九州のいいところかと思います。うん、そうですね。まあ、関東で珍しい鳥がね結構あっち行ったりするんで。そうですね。まあ、例えばズグロカモイとかね、うん、好きでしょ。好き好き大好きです。ああいうのがいっぱいいるから。千羽規模でいますからね。そうそうそう。規模が違うもんね、うん。むしろそっちのが多いっていうね。ユリカモメのが少ない。ユリカモメが少ない。ぜひそれはちょっと楽しいですよ。行ってみます。はい。バッタリ会いましょう、ね。そうね。まあ、そんな風に写真を今紹介していただきましたけれども、まあ、お二方に普段撮影の時に意識されていることなんかも聞いてみたいと思います。ちょっとじゃあ干潟の話が出たので中村さんにちょっと先にお願いしたいと思います。こちらの、まあ、野鳥ウィーク、野鳥フォトウィーク2022に合わせて中村さんが飾ってらっしゃる写真ですけれども、展示していただいている写真ですね。これは千葉県の方の、まあ、よく行く干潟で撮影したものなんですけれども、基本的に奥逆光側に回り込む癖がありまして、うん、で鳥の、ね、エッジのラインが光ってたりとかいう写真大好きなんですけれども、まあ、これも例に漏れず逆光側から朝日を浴びて餌を探しながら、ね、歩いているキアシシギなんですけれども、これ撮影したのが8月の頭ぐらいなのかな。なんで秋の渡りで、これから南に越冬に向かう途中に日本に立ち寄ったキアシギということになっています。8月に秋の渡りをするんですね。ですね。8月もうクソ暑い、もう日型とか日陰ないですからね、もうクラクラして倒れちゃいそうな時に、まあ、朝方できるだけ涼しいうちに行って撮影しているって感じです。8月だとまだ朝早いですね、時間がね。早いですね。早起き大丈夫な方ですか？早起きは大丈夫ですけど、僕ダメなんですよ野鳥写真家として全然ダメですねその代わりもう昼ぐらいになるともう眠くなって、もう車で寝てるか、もう帰って寝ちゃう感じですね。だいたいその日型とか行くと、そのまあ一応朝行くんだけど、そんなに日の出前からはいけないので、うん、現場に行くと大体年方さんが遠くで逆光側にいて僕巡航好きなんで鳥挟んじゃうとまずいなと思って、まあ、そこは諦めるんですけど、はあ、いいですね。まあ、それこそ中村さんと一緒に小さい時連れてっていただいた時も、うん、こう土地で分かれていくで僕がちっちゃい声で逆光かって一回言っちゃったことがあって、そしたら中村さんに、いや写真は逆光でしょってポスって言われたので結構その時の絵が頭に残ってま す。だから今でも逆光側に回るとそれを思い出します。うん、そんなこと言ったっけ。言ってました、うん、よく覚えてるよね。結構覚えてますよ結構やっぱり人によってその好みの光とか変わる違うから、だからその距離感も違うし、お互いにそのね、譲り合ってというか、やっぱり先にこう鳥を撮ってる方の邪魔をしないように、うん、このまあ後から来た人は他の鳥を狙うとか、そういう配慮もやっぱり必要ですね。うん、ですよね。うん、あんまり野鳥をこう挟んで鳥の逃げ道を塞いじゃうっていうのも良くないですよね。だから撮るなら同じ方向の後ろの方をちょっと引いて撮るか、うん、まあ、鳥にがその警戒の対象を増やさないっていうのは大事ですね。同時にわーって来られるとやっぱり逃げますもんね。そのあたりは、まあ、もし初心者の方であればベテランの動きをちょっと離れたところから見てたりすると、うん、僕の場合は小さい時中村さんのその動きを学べたのもあるんですけど、まあ、そういうあこの人近づくの上手いなって人を観察するっていうのもいいんじゃないかなと思います。まあ、ところで中村さんはなんでその逆光写真を撮り始めようと思ったんですか？なんでですかね。いつ頃からですか？もう実はね、鳥の写真始めたのが高校生の頃で、その頃からなんか逆光で写真撮ってましたね。と言いますと、じゃあ1枚写真これね、僕の高校2年生の頃、1983年のキャパというカメラ雑誌のコンテストに出した時のものなんですけども、もうなんかまんま今の作風と変わんないような、ね、その頃から確立されてるのね。なんかこんな写真撮ってましたね。今飾ってあっても、あ、中村さんの写真なんだ分かってしまう。そうそう、こんな写真も撮ってた、ね、本当にね、鳥の写真始めた頃ですよね。高校生の頃な、中学の頃はちょっと虫とかも撮ってたんですけど、高校生になってから鳥を始めて、
で2年生の頃なんでもうその頃からこんな作風でした。じゃあもう大学で写真とか勉強されてましたけど、その前からもうこういう光を使ってみたいなイメージが、特にまあそう考えてたのかよく覚えてないんですけど、でもこういう風景には惹かれてましたね。いや貴重な僕が生まれる前のキャパの、ね、持ってきていただいてありがとうございます。僕はその小学生の時から野鳥を見てるんですけれども、鳥だけではなくってなんか鳥がどういうふうに暮らしているかとかを記録したいなっていうのがあるので、まあこの場合だとアオサギとアオダイショウっていうヘビが向き合ってるシーンですけれども、まあその現場の空気というか、まあこういうふうに鳥だけじゃなくていろんな生き物も隣にいるみたいのが映ったらいいなというのも一つ、まあ人間も含めてですね考えながらやってます。あ、これ菅原くんが小学校6年生、すごいね、小学生で大胆な構図で撮ってるよ ね、でもこの頃中村さんと会っているんですよね。どっちがメインだったんだろう、ヘビがメインで撮ったのか、ヘビの視点で食べられる側だったの。そうですね、うん、この後でもこのアオサギも若いやつだったんで、うん、あのちょっとヘビが威嚇したらなんかビビって逃げてましたけど、そういうのもやっぱ写真見ると思い出しますね、うん、昔のことでも、はい、で最後じゃあ中野さんにもお聞きしていきます、うん、はい、これはまたかっこいいオオワシの写真って感じですね。そうですね、まあ、あの僕はどっちかというとやっぱ巡行で、あのかっちりとその鳥の、まあ、スタイルであったりね、色であったりを見せたい方でして、あのやっぱり鳥そのものってすごく魅力的じゃないですか、うん、まあ、形もかっこいいし、まあ、色も綺麗だしね、だそ の、 あの素材というかその鳥が持ってる、まあ、魅力をそのまま引き出すのがあの好きかなっていう感じですね、はあ、ただそのやっぱり鳥そのものはもちろんなんですけども、やっぱ背景とかね、光線とかその辺はもう先に決めちゃって、ここの背景で撮る、この時間だったらこの背景で撮るっていうのを決めて、まあ、そこを鳥が来てくれるのを待つっていうのが、うん、あの基本的なスタイルですね。じゃあその長時間待つっていうよりも、うん、いい光の時に集中してみたいな感じですか。そうだ、基本的にはもう日の出前、まあ、30分から日の出後、まあ、2時間ぐらいの、あの、まあ、光線、太陽高度が低い状態です。45度ぐらいを目安にしてるんですけど、まあ、それぐらい朝という方、これをまあコアタイムとしてやってます。その時はじゃあ決め打ちで早起きして頑張って、うん、早起きしないといけないですね。いかにその楽をして撮るかっていうのを考えてるんで、短時間で、短時間で、そうそうそう。だからそのこの日だって決めたらこの日だけは頑張る、その以外は頑張らないです。なるほど、メリハリをつけて、ね、メリハリをつけて、はい、ありがとうございます、はい、この辺りで、3人でのお話は、終わりになっていくんですけれども、うん、はい、僕も改めてこうやってお話を聞くとすごく面白いことも勉強になることもありました、うん、またいろいろお聞かせいただける機会があればいいなと思います。今日は中村さん、中野さん、どうもありがとうございました。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで改めてとても楽しいトークでした。ありがとうございました。菅原さんどうでしたか、改めて先輩方に囲まれて。僕もやっぱり小さい時からあの2人の写真は雑誌とかでも見てましたし、まあ、今一緒にお仕事させていただきますけれども、その時のことを思い出したりとか、懐かしかったこともありましたし、ね、だそんな小さい頃からってね、ご一緒ってのちょっと聞いてね、なんかじんわりしちゃってこう並んでね、こうやって写真家として肩を並べてるってすごいことですよね。いやいや、肩を並べてる、なんでそんな、そんなもうまたこうね、追いかけていってね、背中を追いかけてまたね、はい、これからの皆さんの活躍も楽しみですけれども、ぜひともまたね、鳥の撮影地で3人が今度はね並んで、そうですね、記念撮影してるところ食べたいなって思いました。いいね、はい、ね、と思います。はい、はい、いつかそういう時も楽しみにしながら、また皆さんもね、3人の写真家の方々の活躍をこれからもご期待ください。それではここまでご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、そして写真家の皆さんもありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。あ、フラミンゴ、あ、そう